ゴルフ練習場の正社員、打席管理の仕事が大変な理由とは？玉拾いやマナについての視聴者コメントに答えます。どうしよう？こんにちは、皆さん。本日はゴルフ練習場における正社員の仕事がなぜ大変なのかについてお話しします。また、皆さんから寄せられたコメントにもお答えし、ゴルフ練習場の玉拾いやマナについて詳しく解説します。まず、ゴルフ練習場における正社員の仕事は非常にハードなものです。なぜなら、玉拾いや打席の管理など、様々な業務をこなさなければならないからです。ゴルフ場は巨大な敷地を持っており、一日にどれだけ多くのボールが飛んでくるか想像できますよね。それらのボールを片付けるためには、体力と集中力が求められます。また、ゴルフ練習場ではマナも非常に重要です。ゴルフは他のスポーツと比べて、静かで礼儀正しい雰囲気が求められることが多いですよね。しかし、練習場では多くの人が同時に練習を行うため、そこでのマナー違反は他のプレイヤーやスタッフに迷惑をかけることにつながります。さて、それでは皆さんから寄せられたコメントに答えていきましょう。まず、コメントにありましたゴルフ練習場のマナーについてですが、私自身もゴルフをする立場から言えば、マナーは非常に重要です。練習場では他のプレイヤーが集中できるように大声を出さない、周囲の人の足元にボールを飛ばさないなど、基本的なルールを守ることが求められます。次に、休みの日に混雑するのはなぜ？というコメントにお答えしましょう。練習場は週末や休みの日に比較的混雑する傾向があります。これは多くの人が時間の余裕を持ってゴルフを楽しむためです。特に火曜日の午前中は仕事や学校が休みの方も多く、それが混雑の原因となっているのかもしれません。また、ゴルフ打ちっぱなし練習場の距離看板についてですが、練習場には各打席の距離を示した看板が設置されています。これは、プレイヤーが自身のショットの飛距離を正確に把握するために重要です。距離看板を活用することで、自身の技術向上に役立てることができます。最後に、ゴルフ練習場でのクリーンな音についてというコメントですね。練習場では、クリーンな音が気持ちよくスイン。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。